どうもこんにちは、クロネタです。ドラゴンクエストビルダーズ続きをやっていきたいと思います。ということで皆さんご覧ください。装備が整いました。こちらのね、新鉄路を作り出しまして、まあ鉄の鎧とか鋼の剣とか作り出すことに成功しました。いやー大変だったわ。動画外でひたすら清水を振りまいては、寝てを繰り返してましたからね。で、今回目的地というか、ラダトール城、なんか新たな城があるのでそこを目指せばいいんですけど、どこ？あんまり俺遠く、なんか違くね？なんか違くね？なんか、あれ違うよね。城じゃないもんね。あ、こっちかな。今のやつらは何だったんだ。お、キノコ。ほ、あ、ニガキノコ。あ、もしかして、あ、暗くなるやん。早々に逃げますけどね。ちょっと待ってくださいね。暗くなったわ。はい、おはようございます。いや、ほんと暗くなるのだけは勘弁してほしいんだよね。で、これ、ニガキノコこのままじゃ食えないよね。一応、調理台作ったんだけど、ニガキノコ焼き。あ、焼きキノコ。あ、なるほど。これ、聖水を使うような気がするな。よいしょ。とりあえずさっきのとこまで戻ろうか。まあ、向こうの道が合ってるのかどうかわかりませんけどね。ここ何なんだろうな。結構痛いよね。あ、でもそうでもないのか。あ、あれ？あ、これ魔導士が今度骸骨出してんのかな。お、タペストリー。ほうほう、タペストリー。お前もか。あ、弱かったわ。で、何？石材なのね。なるほど。で、これだ、聖水。おお、で、あ、キノコになる。やっぱそういうことか。でね、あの角、この角、これにね、聖水かけるとね、木になるんですね。最初、機材どこにあんのかなってずっと探してたんですけどね。でも前回の動画でやったっけかな。よいしょ、よいしょ。キノコ、キノコ。これだよね。はあ。で、でかっ。え、これだよね。違うのかな。あ、そこにいるのは誰だ。お前はまさか人間か。いや、少し違うようだな。そんなことはどうでもいい。お前のようなものがここに何のようだ。まさか希望の旗を取り戻しに来たなどと冗談を言いに来たのではあるまいな。命が惜しいならとっとと立ち去れ。もし命を捨てたいならすぐに入ってくるんだな。ギャッハ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 。なんかすんげー小物臭がしますけど。オープン。見えない。お、ここはオープン。あ、入り組んでるのかい。入り組んでるのかい。どっちなんだい。入り組んでる。あー、これどこが正解。うわー、竜王だよ。壊してやろう、この野郎。モンスターを倒して11分の0ってあるんだけどさ、どこにいるの。あ、なんかピン。モンスターに気づかれた音が。え、あ、あ、こ、わっち、ベンチ。あ、ベンチか。あ、ベンチか。うわ、なんか入り組んでます。おお、来た。あ、これ強いやつじゃね。
て。痛い。いた。振りが早くね。ピンチ。あ、どんどん来る、どんどん来る。あ、やばい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 。また。あいつは強え。おお、出待ち。浮いて強い。振りが早いな。あ、嘘、早っ。あ、待って、振りが。これ2回攻撃するのか。あ、2回攻撃するのね。で、もう一回こう来るから。あー、こういう感じか。なんだなんだ。あ、早くしなかった。見て。あー、そういうことだ、そうだね。待って、1、2。そういうことが、2回連続で昼見なしで攻撃してくるのか。あー、なるほど。痛いよ。怪しいな。開けちゃうか。開ける。敵かと思ったら違った。いやー、死ぬわ。下手すると死ぬわ。あっさり死ぬわ、これ。こう違う。こっちは？あー、違う。こっち？あ、出口だね、これ。七トームの魔女。うん、出口だね。敵さん、どこ？この奥とか。あれ、通ったっけ？なんかもう、訳が分かんなくなってますけど。あー、通ったかな？通ったな。通りました？なんかもう自分で今どこにいるのか訳分かんなくなってますよね。2階に来ましたよ。は？2階。1、2で。お、いいダメージ。やろ。なんか、僕、向こう側なんか、でけえのがいるな。でけえのがいるな。貫通してたけど、今。1、2で。お、は。うん、1、2の。はい、あ、はい、はい。やめろ。それ何なんだ？で、あ、外か。外なのね。で、こん中が？ああ。なんかいる。体力多いな。危ねえ。あいて！知った。来いよ。この突進の跡が好き、でかいね。あ、危ねえ。あれ、壁にとかにぶつければいいのか。あ、もう危ねえ。あ、待て。意外に当たらないんだよね、攻撃が。で、これ何？おほう。あと5体いるのね。あ、外だ。完全外だね、これね。じゃあまだどっかにいるのか。ん？いる？よいしょ。よいしょ。あれ、こっから上がってきたんだっけ？あれ？どっか見落としてるんだな、じゃあ。違うもんね。一旦外に出なきゃいけないのかな、2階の外に。濃いな。上がりましょうか。よいしょ。で、開けたってなんだ。
見張りとかがいるのかな、この辺に。いない。あれ、あ、これ以上上ないのか。あら、まだいるはずなんだけどな。お、ん、これどうか普通にスルーしてきたか。これ上に上がればいいのかな。あー、ブロックがね、これブロック1しかねえな。なんで、あ、俺ブロック全然取ってないな。ね、よいしょ、これでいいのかな。宝箱、オッケー。ちょっと周りのものをね、あ、なんもねえ。入り口あったからここか。よいしょ、うえ、ちょっと待ったちょっと待った、なんか2体いるのか。それは聞いてないな、それは聞いてないよ。あー、でもここ行くしかねえのか。あ、なるほど。まあ、頑張りますけど。気づかれた。あ、ジャンピングアタック、ちょこちょこ行きましょう。ちょこちょこ行こう。よし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 。配信出ると強えな。見て。よいしょ。あ、やべ、欲張った欲張ったよ。オッケー。で、こん中に入ってるのか。あれ、被覆赤道じゃね。この下か。ああ、あれ違うのか。これ違うよね。てか普通にここに階段あったのね。全然気づかなかったわ。じゃあ反対側にも階段がない。ん、あと3体どこにいる。これ絶対どっかで見逃してる、見落としてるよね。ごめんなさいね、なんか見落としてるよね、これ。敵のさ、ピンっていう、あの、気づいた時の音も全然しないんだよね。ちょ、見えない、どここれ。あ、階段この上とか。ね、うわ、え、ちょ、え、いたけど、お前、え、やべえのいた、やべえのいた。とりあえず周りのこいつらを。ちょ、ボストロールいたか聞いてない。あ、待った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 、ぶね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 。あいつ、あの野郎。初ボーストロール戦。待て、中まで、なんだ、なんだ今の。おう、無理、体力あんな、おい。ウィテイ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 。あの攻撃をさせた後に、それなんなん、ドスコイみたいなポーズするけどさ、全然体力バーが見えないってことに気づいた。あぶね、それなんなん。オッケー。あー、つらかった。まさかボストローが見えないんだよね、見えないんだよね。今どこにいるの俺、どこ
こにいる？痛い痛い。まさかボストロール来るとは思わなかったな。で、あそこの宝箱が開くってことだよね。よし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 。なんかこれ絶対なんか正規ルートじゃないとこ通ってるよね。よいしょ。で、これか。開く。鋼のグリーグ。お？衝撃から、あ、落下時のダメージを半分にする。あ、いいですね。見た目変わったかどうか分かんないけど、こっちか。来ました。よくやりました。希望の旗を取り戻したのですね。その旗をラダトールの城の跡地に建てるのです。そこからがラダトール失礼しました、ラダトール復興の始まりであり、あなたの役割はもうすぐ終わることでしょう。オッケー、帰りましょうか。ちょっとね、キメラの翼とか持ってないのでね、戻るとこはカットになるかと思われます。はい、戻ってまいりました。いや、途中道迷ったわ。アイテム、もうアイテムいっぱいだな。よいしょよいしょよいしょ。はい、でこれか、希望の旗で、こ、違う、ちょっとね、焼きキノコ。オッケー。じゃあまあ掲げますか。使う。やっとだー。今まではここからスタートだったのにね。暖かい光が溢れ出した。よくやりましたね。それがこの地でのあなたの拠点となるでしょう。あなたには物を作る力を持つ者として、そこで果たさねばならない使命があります。その一つは王都ラダトールの再建、そしてもう一つは失われた伝説の武器や防具、そして竜を倒すための道具を新たに作り、この世界を闇に覆われる前の状態に戻すことです。そうすればあなたの責務は終わり、やがてアレフガルドは復活することでしょう。念のためもう一度言っておきます。あなたは竜を倒す勇者ではありません。そのことは忘れないでくださいね。すべては精霊の導きのままに。オッケー。おーおーおお、なんかいっぱい、あ、いっぱい。とりあえず姫様。おお、なんと暖かい光でしょうか。俺どこ見てる？全然姫様じゃない方見てる。そしてこの場所もなんだかとても懐かしい。このラダトール城の跡地に光をもたらしていただきありがとうございます。この地に王とラダトールを再建すること。それこそがルビスにものづくりの力を与えられたビルダーとしてのあなたのお役目と聞いています。もちろん私も協力します。共に新しいラダトームを作り上げましょう。そうでした。これをあなたに差し上げます。どうか ラダトームの再建に お役立てくださいね。力の指輪？なんだそれは。あ、攻撃力が上昇するのか。いいね。で、無痛下手かな。おお、おお、光とはかのように眩しいものか。松明とは違う、なんと優しく美しい。おお、それにどうであろう、頭にかかっていたもやが晴れるかのようじゃ。これで預言者としてそなたに正しき道へと導くこともできるじゃろう。助かったぞ。そなたを長い間待っておいてよかった。さあ、まずは失われた建物を築き、ラダトームを復活させようぞ。そして竜王討伐に必要な武器や道具を共に作り出していこうではないか。それこそがそなたがルビスに与えられたビルダーとしての役割なのじゃからな。で、あなた誰？おお、顔ちけえな。おお、なんと眩しい光だろうか。そしてあのお姿は、まさか姫様？それで、お前は一体誰だ？随分と緊張感のない顔しているが、うるさいな。ん、ビルダーだと？
ほぼ失われたものを作る力を持つ存在なのか。すまない、私は竜王の呪いで石になっていたのだ。最近のことはわからない。ビルダーというのはつまり戦士ではなく、言うならば大工や鍛冶屋のような存在なのだな。わっはっは、安心したぞ。お前のような元が竜を倒すなどと世前事を言い出さなくて。ほんと基本バカにされるとこから始まるんだな、このゲーム。私はかつてラダトームの兵士ラスタン、よろしく頼むぞ。しかし、では誰が竜を倒すのだろうか。まさかこの私が。いや、そんな、はあ、まあ、ラスタンが仲間になりましたってこと、なんかいろいろとイラが出てるね。てか、ちょっと待って、向こうのさ、なんつうの、最初の拠点みたいなところに置いてきた、聖水を作り出すものは必要だよね。取ってきましょうか。なんかあれ作れるようなんだけども、ブルーなんとかっていうのが必要みたいでね。現状手に入らないと思うんだよね。よいしょ。ではこれを。で、お前も。んで、まあもう樽とかも一応持ってこうか。よいしょ。で、どうするか、あ、壊せんのか。これやって、おお、暗くなる。一旦寝ましょうかね。あれでも、ムツヘタと姫様仲間になった今だと、体力の回復とか、腹の回復っていうのはやっぱ自分でやらなきゃいけなくなるのかな。ちょっとイライラが出てるし、そこら辺を聞いて今回は終わりになりますかね。まあ、キノコも手に入るようになったし、まあ、なんとかなるっちゃなんとかなるんですけど、てかそうだな、また動画外でここの拠点としてちゃんとさせておかないとね。まだムツヘタかな。ラナトームの再建、これがまずそなたが果たすべき使命となろう。そしてわしの預言者としての役割は、そなたを正しき道に進ませることにある。そこでじゃあ、そなたにはかつてこのラダトームにあった占いの間を作ってもらいたい。占いの間があればラダトームの再建につながるだけでなく、そなたがビルダーとして進むべき道をより正確に示すことができるであろう。場所はこの辺りが良い。なんか石あるけどね。ここならかつてのラダトームに近い気がするぞ。さあ、この設計図通りに占いの間を作っておくれ。ああ、じゃあこの占いの間も動画外でちゃちゃっと作った方が良さそうですね。で、次姫さん。よいしょ。早速、ラダトームの再建を進めていきたいと思うのですが、城の跡地はご覧の通りのありさまです。一体どこから手をつけたら良いものか。今までのご経験を生かして何か良い案をお考えくださいませんか。なんですって、あの場所に王の間を作ろうと。あれか。確かにかつてあの場所に王と姫の間があったような気がします。しかし、このような時に、そんなお部屋を作っていただくわけには、まあ、形から入るからね。なんですって、王都があれば、ラダトーム再建のシンボルになる？そうですか。もし王の間があることで、皆の心に勇気が湧くのなら嬉しいことです。あなたには、あなたはなんと優しい方なのでしょう。ありがとうございます。かつて、王座の間はこのようでした。この設計図を使ってどうか再建をお願いします。作るの多いな。で、名前なんだっけ？ランタン違う。ラスタンか。お前は聞いたことがあるか？また顔つけ。竜王に戦い挑むには特別な剣と特別な鎧が必要って話だ。
なんでも王者の剣と光の鎧というものらしいんだが、今ではそのどちらも失われてこの世界には存在しないんだそうだ。きっとその武器を武具か作り出すこともビルダーとしてのお前の役目なんだろうぜ。なあ、竜を倒す武器もそうだが、このラダトームにも武器や道具を保管しておける倉庫が必要だと思わないか？そうそう、昔ラダトームには確かこの辺りに宝箱の並んだ倉庫があったような気がするな。はあ、なあ、部屋自体の作りはお前に任せるから、大倉庫が一つと倉庫の中を飾るタペストリーが二つ、あとは宝箱が三つと収納箱がある城の倉庫を作ってくれ。はあ、作るもの多すぎ。ということで次回の動画までに占い部屋、王座の間、倉庫部屋全部作ってこの城整えておこうと思います。よろしかったらまた見に来てください。今回ここまでご視聴ありがとうございました。